世界が揺らぐような短編集はこちら、小林康美先生の目をこする女です。私が目を覚まさないように気をつけてという隣人、不可能密室殺人に挑む天才探偵、重力が減退する世界での風の正体を探す SF などなど、様々な短編が組まれた短編集です。小林康美先生は本当に世界の構築と亀裂を入れるのがうまい。本作もゆっくりと違和感が積み上がり、そして突きつけてきます。ぜひお読みくださいませ。